聞こえてきましたね。今夜のゴールデン洋画劇場はこれが主役です。ではアミーゴ、こちらもお相手をいたそうか。あのバッケル、今夜のブルースサンダーに登場する今のヘリコプター、これはただもんじゃありません。最新テクノロジーの極致みたいにものすごい戦闘ジェットヘリ、ロス警察やっぱりすごい支配だな。信じられない陰謀に巻き込まれます。ついにはこのブルースサンダー飛び乗って完全として悪と敵決する、痛快無類のアクション映画、面白いよ。どうぞ今夜はたっぷりお楽しみください。マーフィーはどうしたんだ。クレイス警部補が呼んでおりますが、すいません。探し物か。いや、あなたを呼びに。何をしていらっしゃるんですか。俺か。いや、別に。どうだマーフィー、調子の方は。まあいつもと同じようなもんじゃないですか。モントーヤ、勤務表を見てないのか。昼間の勤務だ。おお、忘れてた。君は新入りと組むんだ、ライマングッドと。誰と。僕です、ライマングッドです。こりゃ驚いた。マロリー警部、ニーズの検査部長を報告してください。私なら断りますね。大丈夫だ。たとえ金積まれてもあんな坊やと乗るのはごめんです。そうかね。いかがでした。面白かったでしょ。最後まで手に汗握るというか引き付けましたですね。でこの映画の監督はジョン・バナムと言いました。あのサタデーナイトフィーバーを撮りました。でこの人は最近作は、ね、立て続けに SF 作をボンボン出しまして、ハイテクアクション映画の奇才と歌われてるんだそう。しかしそれにしてもどうです、あのヘリコプターがスーッと降りてきたそのビルの中で悪感どもがですね、こう会話してると盗聴して録音できちゃう。こんなとこばっかり妙に進歩した我々の私生活、もう勝手に覗き見されるとかで怖いな。いや、ブルーサンダーはアクション映画ですよ。アクション映画なのにそういう妙な考えを抱かせたというところ、これなかなかの作品だと思うんですが、さて来週はジャッキー・チェンのドラゴンロードです。ご期待ください。次々とユニークで楽しいアクションを作り続けるジャッキー・チェン。そのジャッキー・チェンが今度はスポーツとカンフーをドッキング。軽い軽い。ドラゴンロード。